はい、こんにちは、吉田です。現在いますのは JR 大宮駅です。まだ早朝の7時前ということもあり、人影もまばらです。本日は青春18切符を使用して静岡にのんびりゆったりと向かいたいと思います。視聴者の方には青春18切符という切符をご存知の方も多いかもしれませんが、青春18切符とは全国の JR 線普通列車が1回あたり2410円で1日乗り放題となる切符で、5回分がセットで販売されています。それでは静岡へ出発していきます。静岡までは所要時間約4時間、乗り換えも1回のみで半日もかからず行ける場所になります。観光を楽しみながら日帰りすることも可能です。青春18切符では自動改札は通れませんので、有人改札を通過していきます。最初の駅でスタンプを押していただき、以降の下車駅ではその切符を見せることで改札を通過することができます。乗車しますのは7時8分発の熱海行きです。本日は臨時列車の特急マリンアロー外房阿波鴨川行きも運行しています。電車に乗り込み大宮を出発、青春18切符の旅がいよいよ始まります。急にキャノンのネックストラップをしているのはマリンアロー外房の写真を一眼レフで撮っていたためです。残念ながら今回はいい写真は撮れませんでした。電車は間もなく上野です。非常に多くの路線が乗り入れする上野駅ですので、線路の分岐がとても多く、先頭から見ると阿弥陀くじをしているような気分が味わえます。電車はオフィス街を横目に見ながら東京駅に入っていきます。上越北陸新幹線で使用されている E7 系新幹線がホームに停車しています。東京駅に到着しました。少し停車時間がありましたのでホームに降りていきます。大宮では電車の外装が取れませんでしたので、ここで写していきたいと思います。乗車しておりますのは東京上野ライン直通東海道線熱海行きです。ホームの向かいには特急踊り子号伊豆急下田駅が停車しています。電車は東京駅を出発し、途中で東海道山陽新幹線と並走していきます。新橋に到着しました。 JR 東日本では鉄道開業150年で様々なキャンペーンが行われています。日本で初めて鉄道が運転したのは1872年の10月15日、こちらの新橋から横浜までの運転でした。その後しばらく進みまして、先ほどお話ししました横浜駅に到着。とはいえ開業時の横浜駅は現在の横浜駅ではなく桜木町駅となります。電車はしばらく神奈川県を走り抜けまして、太平洋湘南の海が見えています。まもなく電車は神津駅に到着し、特急踊り子号の通過待ちを行います。停車しています東海道線の隣には JR 御殿場線の御殿場駅が停車しています。御殿場はアウトレットやビールの醸造所など自然を満喫しながら楽しめる場所が多く、小田急線で特急ロマンスカー富士山号が走っていたりなど、都内からのアクセスもとても良い地域です。電車は神津駅を出発し、引き続き熱海を目指して進んでいきます。現在の映像は小田原を越えて早川根府川間かと思いますが、この後は海沿いを走りながら時折トンネルに入り、また海沿いの景色が広がるという車窓が熱海まで何回か繰り返していきます。
空と海の青さと木々の緑色が夏の太陽に照らされていてとても美しいです。電車は終点の熱海駅に到着しました。熱海駅にて9時37分発島田行き電車に乗り換えていきます。乗り換えの時間はわずかに6分です。駅の案内板には JR 東日本の駅番号 JT21 と JR 東海の駅番号 CA00 が併記されています。本当はお手洗いに行きたかったのですが、行列ができており断念しまして乗り換えをしていきます。電車は意外と多くの人が乗っており立ち乗りとなりました。電車は沼津駅に到着。遠くに見えます駅名の案内板もオレンジ色の JR 東海の案内板になっています。電車は東田子の浦駅に到着。田子の浦というのは万葉集にも読まれている古くからある地名で、田子の浦から駿河湾と富士山を眺めた歌が歌われているそうです。電車からは全く見えませんが、線路沿いから数百メートルも行けばすぐ海があります。風景も大きい庭付きの一軒家や畑が多くなっています。自然が豊かでとても癒される風景です。電車は富士駅に向かって走行しています。反対側の車窓からは稼働中の工場や物流センターが多く立ち並んでいます。その奥には富士山を眺めることができますが、この日はちょうど富士山の頂上付近に雲がかかっており、綺麗な富士山の姿を見ることはできませんでした。電車は富士駅を出発、富士川を通過していきます。富士山は引き続き雲がかかっているようです。しばらくは国道1号線と並走します。少し見えにくいですが、左奥には東名高速も並走していて海岸沿いを走っていきます。電車は広々としたロータリーがある駅に入っていきます。到着しましたのは清水駅です。現在は静岡市清水区となっていますが、旧清水市を舞台にしているのが人気アニメちびまる子ちゃんです。清水区内にはちびまる子ちゃんの世界観を楽しめるちびまる子ちゃんランドもあります。電車は清水駅を出発します。隣に線路が見えますが、こちらは静岡鉄道の線路です。電車は草薙駅に到着。昔は難読駅名だったこちらの駅も、お笑い芸人の宮下草薙の草薙くんの知名度が上がったことで、この地名も読める人が多くなったかと思います。
新幹線が見えてきまして、今回の目的地静岡駅に到着。時刻は定刻通り10時50分。4時間弱で静岡駅に到着することができました。乗ってきた電車は静岡駅で2分ほど停車し、島田まで30分程度かけて運転していきます。静岡駅のホームには立ち食いそば屋の東海軒があり、電車が来るまでの間おそばで腹ごしらえをしている方もいらっしゃいます。静岡駅の案内板はもちろん JR 東海の仕様でオレンジ色です。静岡駅に訪れるのは今回が初めてなので、いろいろと見学をしたいと思います。その様子はまた別の動画にてお届けいたします。駅の構内には青春18切符のポスターが掲載されています。ずっと乗っていても飽きないのは同じ駅が一つもないからとキャッチコピーがあります。私はまだまだ青春18切符初心者ですので、このキャッチコピーがしっくりくるように引き続き青春18切符の旅を満喫したいと思います。有人改札から改札を出ていきます。動画では人通りが少なく感じますが、観光の方か地元の方かは分かりませんが、人通りは思っていたより多かったように思います。静岡駅の南口に出てきました。日差しが眩しく真夏の陽気でした。駅の中を少しうろうろしていましたが、まだ時刻は11時です。今回は青春18切符を利用して大宮から静岡まで移動してきました。午前中のうちに到着することができましたので、静岡はプチ観光などにも大変おすすめの地域かと思います。それでは今回の動画は以上となります。この動画が少しでも良いと思っていただいた方は、ぜひ高評価、コメント、チャンネル登録などいただけますと幸いです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。